ニクソンと周恩来が歴史的な共同声明を発表した翌日、犯人たちが立てこもって10日目の朝、警察は強行作戦に踏み切った。午前10時、警察の強行作戦が始まると同時に、各テレビ局は一斉に中継放送を始めた。1488名の武装警官が浅間山荘を取り囲んだ。最前線には前夜警視庁機動隊を中心に志願者を募って編成され、腕に緑のリボンをつけた30名の決死隊が配置されていた。人質になっております牟田泰子さんが無事に救出されるまでは冬が去らないといった寒い軽井沢です。牟田泰子さんの安否は依然分からず、山荘の中の状態もほとんど分からないまま、19日以来丸8日すでに210時間が経過いたしました。警察では今日10時を期して泰子さんの救出のために強行突入を行います。警察ではこれを牟田泰子さんの救出作業と言っております。玄関の右側に大きな穴が開きました。おそらく玄関脇のには階段があるんですが、その階段を狙っているようです。情報が入ったんですけれどもね、どうやらの、警察側はですね、階段のところを潰しちゃいましてね、上にいる3階にいる犯人と下のいる犯人というものを、遮断しちゃおうというような戦術をどうも考えているようです。当時 NHK は現場と目と鼻の距離にあった NHK 健保組合の保養所に取材の前線本部を置いた。中枢がここに置かれてました。で、机はもう少しこっちにあったと思います。で、その向こう側の人がいました。2月28日に NHK のテレビ中継を担当したアナウンサーは平田悦郎である。今回20年ぶりに保養所を訪れ、当時の放送席を再現した。NHK のアナウンサー切手の理論家として知られた平田は、当日確認された事実のみを伝える冷静なコメントに徹するよう心がけたという。当時社会部記者だった船久保浩一とともにこの席のマイクに10時間向かいっぱなしになる。2人は山あいで受信状態の良くないテレビを見ながら実況を進めた。あの10時間というのはもう本当にあっという間なんですよね。まあ、私にとっては長いとは感じなかった。もう夢中だったんだと思うんですね。で、食事のことも全く忘れてましたしね。お手洗いにも行かなかったし。この日 NHK はテレビラジオの報道に114名のスタッフを全国から招集。この保養所の中は興奮でむせ返った。前日の深夜になって、翌日の行動が警察の行動がはっきりしたわけです。で、それは人質救出作戦ということになってるんだけど、そこでまあみんな集まって翌日のまあいろんなこの、シミュレーションをしたわけですね。だいたいどういうふうに展開するだろうか。で、だいたい3時間ぐらいの予定でまあ終わるんじゃないかとで思って、でだいたい3時間ぐらいのそのまあこのみんなプランでこう臨んだわけですね、全体が。だけどその僕はどうもその、ひょっとしたらね、長くなるかもしれないと、ひょっとしたらとあんま思わなかったんだけども、とにかく中継の時にはね、朝必ずそのもう水は一切飲まないと、味噌汁も飲まない、お茶も飲まないというふうにまあずっとやってきてたわけです。で、それがまあこの時もね、そういうふうにしたんで、朝からもう一滴も水も飲みませんでした。
日本テレビの放送席は浅間山荘の正面玄関が西側から見下ろせる山腹にあった。当日実況を担当したアナウンサー久能靖氏は事件の10周年にあたる企画で10年前に現場を訪れたことがある。それからさらに10年経った今、再度現場を見た久能は木々が生い茂っている様に驚いた。ああ、ここですね。ここだ。ちょうど下に道路が見えて、今ちょっと木が茂りすぎてるんで玄関見えないけども、間違いなくこの地点ですね。中継しました。でここはね、かなり雪が深くて、ここに立って喋ってたんですけれども、でご覧のようにかなり急斜面なんですね。ですから、まあ、私を映すなんてことはなかったもんですから、これ木につかまりながらですね、喋ってたんですね。でただもうものすごく寒くて、下からじん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 寒さが伝わってくるようだったんですけども、私とそれから、時間を知らせてくれる、プロマネと、それからテレビのモニターが1台あって、カメラマンがこの辺りに立ってました。 TBS の放送席は山荘北側のテントの中にあった。当時警視庁を担当していた記者千曲信明は20年前の取材ノートを今も大事に保管している。ノートの中には8時間を超えた実況放送の間に彼に渡されたメモが何枚か混じっていた。まあ、僕らは非常に省略も使っているので、この丸 K というのはこれは警察という意味ですね。警察官には何人かが怪我人が出ていると、でそれは多分爆弾が投げられたからであろうというようなメモですね。これも前の夜の会見で、警察としてはブルドーザーなどは使うとこういうふうに言ってたわけですね。つまりその何か思いもかけないようなものを使うんだというようなことは言ってましたけれども、あの鉄の大きな弾が出てきたというのは僕も非常にびっくりしまして、それでまあ一日を通じてその鉄の弾を当てた時には非常に早く建物が壊れたものですから、下の部分ですけれども、これは非常に早く終わるのかなっていうようなことをその時は思いました。玄関の真上です。屋根を壊してますね。これは前から警察の一つの攻め方ですけれども、屋根から入ろうかという話がだいぶ前からありまして、このやり方を検討していたようです。で、すでに警視庁のレンジャー部隊というのが80人ぐらい現場で待機しております。ですから場合によっては、状況によってはレンジャー部隊が上から中へ飛び込むというようなこともあり得ると思います。ちょっとカメラをアップで映していただきたいんですがね、3階のですね、破壊された屋根の換気扇の右側に銃眼が一つ出てますね。あそこから銃口が覗いているような感じがするんですけれどもね、ちょっと長く出ておりますね、外に。つゆきさん、あれはかなり高い位置ですのでね、どの辺にその彼らがいてですね、あの銃眼を狙っているのかというのはちょっとわからないんですけれども、大林さん、はい、これまでもですね、その銃眼から何か突き出ていると、カメラさんにちょっとアップに寄ってもらいまして、今水が入っているすぐ右のところですけれども、あそこから銃口が出ているようなの感じがしますね。わ、はい、かりますね、出ております、はい、10センチぐらいでしょうかね、はい、長谷川さん、はい、銃口が動いておりますのでね、あそこの後ろ側に人がいることは確かですね。あれは屋根裏になりますかね。そうですね、まあ、これまでもですね、大林さん、はい、銃口から何かの出ていると、しかしそれが銃であるか、あるいはその銃に見せかけた棒切れのようなものであるかわからないといったようなケースがあったようなんですけれども、はい、動いているとなると、これは銃であるかどうかは別として、そこに人がいるということは確かなんでしょうかね。そういうことになりますね。そうですか。ちょうど今放水が行われております、Z の引っ込み線ですか、はい、そのすぐ右側の小さい穴なんですがね。なるほど。もう前の晩に明日は突入するぞというその宣言がありましたので、まあ、それを兼ねて偵察に行ったわけですけれども、でカメラはだいたいこの位置に置こうと、いうことになりまして、でそうしましたらそのあたりはこう雑木がだいぶ生えてるんですね。で少しその枝を切り落としておいた方が
これは見通しがいいんじゃないかというんで、その野蔭に乗じてですね、何本かこう枝を払ったり、あの小さい木をこうあの切ったりして、まあ、これで我々のカメラポジションは見通しが良くなるだろうというんで、夜帰って、まあ、あの近くの旅館で雑魚寝をして、仮眠を取って、朝行ってみましたらですね、まあ、一面の雪景色で、カメラをセットして、こちらからは確かに見通しが良くなったんですけれども、その犯人が立てこもってる山荘の方から丸見えなんですね。で、あの夜明けとともにこれをこう覗いてみますと、その、銃眼が、つまり壁にあのライフルのための穴をたくさん開けてましてね、こっちを向いてる穴が一つあるんですよね。これはまずいなと言いながらも、まあカメラポジションとしてはいいもんですからね、まあ、そこであの結局放送を始めたわけです。その時初めてですね、そのライフルで狙われて、一発ちょうど足元からこう、今そのカメラがいる2メートルぐらい離れたところでしょうかね、あのその辺にライフルを打ち込めまして、あの初めての体験ですから分からなかったわけです。そうしましたらプスッって言って、その下の白い雪がパーンとその弾け飛んだんですね。でさすがにあの当時こう何人かその雑誌社や新聞社のスチールのカメラマンも見通しがいいっていうんで我々のそばに集まってきてまして、その中の年配の方がですね、撃たれたっていうんで、そのバーッと私を押し倒すようにして、こうあの雪の上へ伏せまして、で初めて私はその、これライフルで狙われたんだなっていうのが分かったような次第で、おかげでその前の晩にこう切っておいた木のその切り株に顔をその嫌っていうほどぶつけまして、まあ不名誉な負傷をしてしまったというようなこともありましたけれども。14号から緊急どうぞ。こちらはただいま倒れた機動隊員が運ばれてきた、ちょうど NHK 前の担当になりますけれども、機動隊員は顔のあたりが真っ赤で、かなりの大きなものでございます。周りには記者が囲いまして、大変な騒ぎであります。高見さんというその当時の警部がですね、撃たれて泥の内側へ倒れ込むあのシーンであるとか、から音ですね、散弾やライフルの耳元をかすめていくときに思わず伏せ、あるいは逃げる、まあ、そういったことが再三ありましてね、今とはとてもそんな危険なことをと思うんですが、あの頃はそんなに恐怖感がなかったですね。集計中にそういうことが出た、そのことはとてもショックでしたね。でもちろんその前にも一人、銃で撃たれて亡くなった新潟の方がいるんだけれども、それは放送中ではありませんでしたからあれですけど、実際生の中継の最中にですね、銃で撃たれて、まあ、最終的には亡くなるというようなことが起きた、これも本当にショックでしたね。これは大変なことなんだと。東側の地点です。今機動隊員1人が毛布にくるまって後方に運び出されてきました。どうぞ運び出されるのでしょうか。担架に乗っているようです。こちらからははっきり分かりませんが、今担架で運び出されているのは第二機動隊の隊長内田直隆隊長らしいと、つまりこの作戦の2機を指揮していたですね、隊長が撃たれたらしいということです。はい、ジュラルミンの大盾を2枚重ねて、山荘玄関先の土のうの前で警視庁第二機動隊の指揮にあたる内田直隆、この写真の撮影された10分後に内田は狙撃された。当時第二機動隊は3階正面玄関からの突撃を、第9機動隊は1階北側からの突撃を命じられていた。あ、窓が来ました。あ、警察官、機動隊員ですね。どうですか。おそらくそうでしょう。下からの上と下を切断した後、下から入ったというふうに、その合図でしょう。機動隊の旗ですね、1階の一番右端の部屋ですから ね。おそらくあの旗の振り方がですね、
中へ入っている状況の説明だと思うんです。あれを警備本部で見ていて判断していると思うんですけれど、今私どものではあの信号がどういうボールであるかちょっと分かりません。あれは1階一番右端の桂という部屋です。9機が突入をして、桂選挙といったのをね、桂検挙というふうに聞き間違えました。私も聞き間違えました。そして、2機も早く突入しなければということで、私ちょうど隣におりましたんですが、その課長恐縮だけど、その指示してください、のクレーン車をもう少し動かしてね、その2機の正面の突破口をもう少し大きくするように、その指示してくれませんかと、こういう要請を受けまして、よし来たということで、それを指示して戻ってきた時に撃たれたわけです。眉間を撃たれましてね、ライフルでしたけども、ほとんど即死状態でした。その時の後藤田さんの最高警備方針、まず第一がね、人質は絶対に救出せよと、第二番目がですね、犯人は生け捕りにせよと、その殺してはならないと、殉教者になってね、これもう半世紀ぐらい問題になると、必ず生け捕りにせよと。で3番目の警察官の身代わり人質、申し出は絶対に許してはならない、4番目がですね、報道関係と友好な関係を保てと、5番目が長期戦になってもやむを得ずと、持久戦でもいいぞと、6番目、警察官に犠牲者を出さないように努めようと、こういう6項目のご指示がありまして、これをその遵守して我々やっておりますとね、やっぱりその腰抜けだとかね、なぜ撃たないんだとか、いろんな激しい批判がありました。そうかと思うと、そのもうむしろ包囲を解いてね、逃がしてやれというような意見も一部には出ましたけれども、その我々は基本方針を貫きました。この6つの指示のうちね、その牟田泰子さん救出、犯人生け捕り、5人全員生け捕りにいたしましたしね、報道関係とも、その報道協定も結んで良好な関係を保ちながら、協力し合いながらやりましたし、まあ、10日間の持久戦になりましたが、一つだけ私は任務遂行できなかったのは、警察官に犠牲者を出すなということでした。2人殉職して、全部で19名負傷しておりますのでね、片目失明2人おりますし、数えてみると23名、犠牲者を出してしまったと。従いまして、警備方針は基本の5つは貫いたけれども、警察官に犠牲者を出すなというのだけは、現場の指揮官としては私は戦術的に失敗しました。12時過ぎ、現場中継を続ける5つのテレビ局の視聴率は合計で 70% に迫り、なおもうなぎ登りに増え続ける。人質になっております牟田泰子さんの救出作戦はすでに2時間15分になろうとしておりますが、警察官がすでに5人怪我をするという最悪の事態の中で続けられています。今千曲記者の話にもありましたように、3階の屋根裏に犯人が立てこもっているのではないかということで、盛んにその3階の屋根裏に向かって放水がされています。これがおそらく屋根裏になるはずです。この付近に銃眼を開けて、この辺から撃っていたんでしょうね。ここに穴を開けて、ここからおそらくガス弾、あ、なんか姿が見えますね。何か被っている頭のような、私どもがいるカメラの方向に大きな穴が開いたわけです、ええ、そうしましたら、今からほんの40秒ぐらい前、私どものすぐ脇におりました報道関係者の頭に足に弾が当たりました、右足のようです、近くにいた警察官、などがですね、今に右足を抱え込むようにして、大丈夫か大丈夫かというふうな声をかけております。右足のちょうど膝、増川さんね、
右足のですね。松川さん、はいはい、あなたは大丈夫ですか？え、私は大丈夫です。あの、陰に入ってください。え、今あの一斉に報道関係者も尾根からですね2歩3歩交代して、非常線からかなり場所を変えました。はい、このカメラマンそして私も陰に潜みましたので大丈夫です。はい、あの前に出ることは必要ありませんからね。そうですね、あの十分に注意します。やはりあの高見さんとですね内田さんが相次いでここの下を血まみれになって担架で乗せられていった光景っていうのが一番強烈ですね。でそれまではあの機動隊がそのまま攻め入ってですね2時間ぐらいで、終わるというふうに聞いてたもんですから、そのことがあってからピタッとその警察側の行動も止んでしまったんですね。でおそらく作戦の立て直しだったんじゃないかと思うんですが、それからのあの動きのない時間というものをものすごく長く感じられました。2時間かそこらは動きが全くなかったんじゃないでしょうかね。現在フジテレビの社長を務める日枝久志はその日編成局で編成を担当していた一人である。フジではこの日249本、延べ1時間16分55秒にわたるコマーシャルを飛ばした。本当は飛ばしたくないんですよ、正直言いますと。飛ばしたくなくて、それでうまく入れば一番いいわけですが、その野球やなんかのようにね、イニングがこう決まってればね、交代の時やればいいんですけども、何しろ人質を捉えてる、それから武器を持ってる、いつこれがこう突入するか分からないという流動的の中で、コマーシャルを入れてた場合にですね、瞬間が取れないという問題がありますね。それからやはりそのなんていうのかな、そのそれを期待している視聴者っていうのがこう僕らの後ろにこう見えてるわけですね。それから社内がですね、あの時僕はひしひしと感じたのが、これは編成も報道も技術もあるいは営業コマーシャルマスター、あの一般の方は分かりにくいんですが、最終的に放送を組むところ、まあ、そういう全社がねなんとなく一つになったというその力っていうか、その背景がね、僕は編成のデスクにいて感じましてね、何しろいい番組作ろうと。で怖かったんですけども、本当は民放ですから CM を入れなきゃいけないんです、入れなきゃいけないんですけれども、まあ、そういう状況の中で、まあ、異常な社内の雰囲気になってきたということがありましたね。午後に入ると、午前中に活躍したクレーン車の動きがピタリと止む。折から負傷者が続出した警官隊は緊急の作戦会議を開き、現場は膠着状態となる。途中ですが、ここでニクソン大統領の上海出発の模様をお伝えします。アメリカのニクソン大統領は8日間にわたった歴史的な中国訪問を終わり、先ほど特別機で上海を出発しました。これは上海から衛星中継で送られてきた出発の模様です。ニクソン大統領とパトリシア夫人は周恩来首相ら中国の要人と挨拶を交わした後、にこやかな笑顔を残して飛行機に乗り込みました。風向きによってですね、ガス弾のものでしょう、あの異常なガスがですねこの山腹にも流れてきまして、私どもも時々目を押さえたり鼻を押さえながら取材するといった状況です。ひょっとしたらこれもう一夜越すんじゃないかと、用手しても翌日になっちゃうんじゃないかと、ふとそんな気がしたんですね、喋りながら。そしたらね、私がここに座ってるんだけど、ここにこう大きなね白い紙をこう前に出したんですよ。それは太田さんっていうあのプロデューサーなんだけどね、それ書いてあるの、黒い字でね、白い紙に、民放もやってます、頑張ってください。それでね、僕はそれを見て、ああこれは本当日本中大変なことになってるんだ、とにかく民放も全部やってると、そしてもうテレビってのはそれしかないと、今その絵しかないと、その情報しか与えられていないということはちょっとショックでしたね。しかし船久保さん、こんなその
なんと言ったらいいのか、まあ、長時間の中継も私は初めてですが、その人間が人間に狙いをつけて銃で撃っているということをそのままこの同時にテレビで中継しているということの、このこと自体 この犯罪そのものが異常であることはまあもちろんですが、これがそのテレビでこんなに長時間茶の間でに送り込まれるということの、そのことの異常さとか、そんなことがこう同時に進行しているという、こうなんか非常に異常なことの積み重なりで、なんか非常に恐ろしくなりますね。土塁の影の機動隊員が少し緊張して身構えたようですが、場合によっては突っ込むということもどうでしょうか。また動き出したですね。前に少し出始めてますね。ただ突っ込むにしろですね、あの場所ではちょっと突っ込みにくいですね。あの窓の左側の影に何か見えますが、どうですか。もうレンズが実際これ以上つまらないんで、これ以上大きく見ることもできないんですかね。あの開けたね、はい、窓の、何か見えるんですか。何か見えますね。あ、手ですね。白い布が振られてませんか。そういう白いものですね、うん、いや布なのか。あれは犯人でしょうね。白い布が振られてるんじゃないでしょうか。3階のベッドルームのイチョウの間です。窓が開けられました。顔が覗いています。男ですね。男のようです。カーテンを引きちぎっています。女性かしら。女性か男性か。この北側の斜面の下から映像を捉えているカメラの脇にはもう今カメラマンはおりません。1000ミリの望遠レンズをいっぱいにしてカメラマンは安全なところに退避しました。確認できません。女性か男性か。要するにあれじゃないでしょうか。ガスがこもっているんで空気を抜くために、そういう感じですね。今の警備本部から入りました。警官隊がついに5発拳銃をですね、屋根裏に向かって発射したそうです。女性の顔らしきものが見えた。こういう情報が入っております。安子さんではないかと思われます。なんか火が出てますよ。あ、ね、火が出たですね。これどこなのかちょっと分かりませんが、ここが玄関だからやはり階段付近ですかね。ガス弾や発煙筒から発火したのか、ね、陽馬の前にあったバリケードを撤去しましてね、今部屋に入ったらしいと、16時50分ですから今 2,3 分前に部屋に入ったらしいというのが入りました。今閃光が見えました。ああそうですか、はい。およそ5人程度ですが、はい、バルコニーに機動隊員が出ています。ちょうどバルコニーから
ベッドルームの雨戸の外れたところへ向けて、あるいはガス弾か催涙弾ではないかと思いますが、はい、閃光が一つ二つ走っていますので何か撃ち込んでいるのではないかと思います。この時フジテレビの映像はイチョウの間から顔を出した犯人とバルコニーにいる警官との銃撃戦の瞬間を捉えている。8時間を超える中継中、犯人の発砲の瞬間を捉えた唯一の映像である。機動隊員がトイレの壊れたところの前を通りまして玄関側に2人今歩いてきました。3人目です。4人援護するようにガス銃が撃たれました。5人6人それぞれタオルで覆面をしております。またガス攻撃が再開されました。屋根裏へ向けての発射です。6人の機動隊員が玄関の横から再び突入しました。中へ入った機動隊員はですね、はい、どうやらバルコニーに結集しつつあるようです。なるほど。ですから、まあ、玄関側から撃つガス弾と、はい、それからバルコニーから窓を通してベッドルームへガス弾を撃ち込むのと、はい、この両面作戦ではないかと思います。なるほど。ということはベッドルームを残して、はい、内部はすべて機動隊に制圧されたと、そう解釈して、はい、いいと思います。はい、道路何の光でしょうか。今投光器が開けられました。明るくなりました。投光器が当てられて酸素の中が明るくなりました。酸素の中がはっきりと見え始めましたけれども、久能さん、はい、浅見さんどうぞ。屋根裏に上がった旧機隊員ですがね、はい、5名だそうです。全く暗くなりました。こうしたライトがつかない限りテレビの画面で皆様にこの画像をお届けするのもかなり限界に来つつあります。今入った情報ですけれども、警視庁の大工機動隊員、妖魔に入っている突入した隊員でしょうけれども、屋根上裏へですね、どうやら上がった模様であるというような情報が入っております。縦じゃないですか。縦ですね。縦ですね。牟田康子さんどうだったんでしょうかね。あそこまで入れば牟田さんの安否が分かるんじゃないでしょうか。先ほどの情報で、苦しそうに両前にうずくまっているというような情報もありましたんで、依然として心配なんですが、牟田康子さん元気でいてください。もうしばらくです。もう少しです。犯人の一人が逮捕されました。牟田康子さんもうしばらくの我慢ですから元気でいてほしいと思います。今入りました。康子さんをどうやら確保したらしい、無事であるらしいという情報が入っております。今確認を急いでおります。平田さん、人質の牟田康子さんは無事であるそうです。康子さんは無事だったようです。平田さん、はい、その康子さんをですね、うん、乗せるための大型バスぐらいの救急車が、今少しずつ前進しています。はい、今康子さんを乗せるためのバスが、大型救急バスが少しずつ前進をしているそうです。康子さんは無事でした。元気だそうです。割合に元気だそうです。犯人に先立って担架で運ばれてきたのは、犯人逮捕の際イチョウの間で至近距離から顔面を狙撃され負傷した機動隊員である。続いて犯人はまず4人が連行された。連行される犯人です。現在両脇を抱えられまして犯人が次々と出てきています。ご覧のように両脇を機動隊に抱えられまして犯人が出てきました。
これが犯人の一人です。逮捕されました3人目の犯人です。出てきました。これが4人目です。逮捕されました4人の犯人が次々と機動隊に両脇を押さえられまして、警備車の方にと連れられていく模様です。あの日はもうまさに銃撃戦のような状況だったわけですね。でこれがね、その、まあ、非常にオーバーに言えばですよ、日本の歴史のこの非常に大きなその幹の中に将来その位置づけられていくものか、あるいはもう単なるこの枝葉としてね、それはエピソードとしてその終わってしまうようなものなのか、そこがなかなか分からなかったですね。でそれをどういうふうにその捉えるのか、でどういうふうに我々はそれをそのこうそれとまあ対峙してるのか、うん、そこのところがなかなか分かりませんでしたね。で中継をしている最中もそのことはいつも頭の中にこう去来してたんだけれども、うん、これは一体何なのかと。例えばそれはその昭和初年の、まあ、昭和初年というかその戦争直前にいろんなまあ左翼に対する弾圧もあったとか、あるいは首脳団とか決命団とかってまあいろんなテロのようなものがあるわけですね。でそんなこともふっと頭の中によぎるんだけども、一体これは何なんだろうかと。歴史的に見てどういうふうに位置づける、将来位置づけられていくんだろうか。その中で俺は一体何をし、どういうふうにこれをその、まあ、立ち会って伝えていかなきゃいけないのかなということは本当に分かりませんでしたね、終始。はい、それじゃあ留置お願いします。はい、当時日本テレビのアナウンサーだった久能靖氏は現在フリーのリポーターとして日本テレビのいくつかの番組に出演している。事件後久能はすぐに記者に転じた。ちょうど9時間現場から実況中継はしたんですけれども、終わった後にですね、何か非常にあの、放送したという実感と同時に虚しさも感じたんですよ、私自身がね。でこの事件を契機に実はアナウンサーを辞めようという決断をしたんです。と言いますのは、確かに現場から喋、ることはできたんですけれども、起きている現象をですね、アナウンスしただけのことであって、その中に閉じこもっている犯人たち、これがどういう主義を持った人たちなのか、連合赤軍とは何なのかということもわからないままに放送していたんですね。それはあのおそらくですね、テレビをご覧になっていた皆さん方が、イライラなさった部分というのがあると思うんですね。でそのイライラの部分をおそらくあの時は、全て放送していたメディアそのも答えられなかったと思うんです。でそれを答えるっていう視聴者の方の要求にですね、いうものがあれを機会に急速に高まってきていたんじゃないのかなという気がするんですけどね。ですからあのいわゆるニュースも含めて、事件事故そういったものへの皆さんの関心というものが急速に高まってきた、いわゆるニュースの時代の幕開けだったような気がするんですけども、はい、テレビ報道40年の歩みの中で浅間山荘事件ほどの長時間生中継は後にも先にもない。リンチ殺人を含めた連合赤軍事件そのものについてもまだ評価は定まっていない。異常心理の中での猟奇事件と見る立場から、思想の上での戦後の終焉と見る立場まで様々である。そしてテレビはその後大きく姿を変えた。民放各社のニュースは儲からないという固定観念は打破され、各局は競ってニュース番組を編成する。あの日は一体テレビの歴史の上でどういう位置を占めているのだろうか。あの放送席というのはだいぶ浅間山荘から離れてたもんですから、多分あのその時のキャップがですね、長い間いたのにお前は現場見てないでかわいそうだと思ったんではないかと思うんですけれども、翌日もう何もなくなった時に見に行ったわけですね。ちょっと僕はあのそれまでは本当に非常に大きい建物かというふうに思ってたんですけれども、3階建てにもかかわらず見たら意外と小さかったと。つまりその事件の大きさというものでイメージしてあったものと実際との建物というのに、ああ随分落差があったんだなということを覚えています。いや実際には大きかったんでしょうけどね、つまり新象風景として小さく見えたんだという気がいたしますけど、振り返ってみると
あの当時その中継車というのは非常にこう、大騒ぎなもので、つまり今だと非常に少ない人数で出られるわけですけれども、なんせ車体は大きいし人数もかかるしということで、よっぽどの時でなければ放送局側も出なかったんですよね。ところがあの日はもう一日中張り付いてやってたと。それテレビっていうメディアはいろんな機能があると思いますけれども、今ではみんな当たり前に思ってますけれども、やっぱりテレビのメディアの一番の強さというか、一番視聴者にアピールするものは生だっていうことが、最初だとはもちろん言いませんけれども、あれだけ長時間にわたってやれたっていうのは、やっぱりその後のテレビの生を非常に多用するようになった一つのメルクマールというか、記念すべき出来事だったのかなという気がいたしますが。で、あれほどの大事件になると、どういうものであれ、その客観的であろうとしてもやっぱり渦中にいるわけですね。同時進行だから立ち会ってしまうというわけだと思うんですね。で、それは茶の間もそうだと思うんですよ。で、そうでない、ああいうふうに同時中継でなければですね、そのある距離を置いてそれをもう一遍自分の中で再構成する時間がある。だけどテレビはその時間を許さないですね。で、そういう意味ではその浅間山荘事件っていうのは何かその同時中継であると、それは非常にその迫力があってすごいんだけれども、要するにその価値判断っていうか、自分がその消化する時間を全くその排除してしまうというところにですね、テレビのあの種の同時中継のこのものすごさというか、恐ろしさというか、あるいはその現代というか、そういうようなことなんじゃないかと思いますね。極端な言い方をしますと、あの事件のあの長時間放送以来、なんかテレビのその報道の仕方っていうのは変わったような気がするんですね。やはり結論を急がないで、その結論に至るプロセスを画面で見せていく、そんなことがこうテレビの手法として新しく開発された、そのきっかけになったのが浅間山荘事件ではないか。計算のできない10時間だったわけですから、そういう面では画期的だったし、情報は即時に伝わるテレビの怖さと強さというのの両方をまあ示したんじゃないかなと。で、あとそれ以後起きた問題としては、そうした場合テレビの特性はその強さと弱さ、すごさあるけれども、じゃあ流しっぱなしで映せばいいのかということでですね、今度はそれをどういうふうにせき止めて情報を伝えるかというフローとストックっていうか、そういう関係がですね、もっとテレビにとっても重要だよということもですね、まあ警鐘を鳴らしたっていいますかね、いうことで、その後のテレビ報道の現在の進路っていうのをですね、やはりあの事件は決めたなと。今から見ますと、まあテレビ40年になりますね。そうしますと、ちょうどあの事件は20年前ですから、まあ我々からしますと、テレビ報道の強さ、存在感を示したという面でですね、テレビとしては成人式を迎えた画期的な事件だったというふうにまあ思いますね。